コンスタンティン・マコフスキーによるメドブー派を描いた絵、メドブー派のボトルメドブー派は、スラブの蜂蜜ベースのアルコール飲料。蜂蜜酒によく似ているが、それよりも安く、かつ早く作ることができる。インドヨーロッパ祖語の蜂蜜の意味のメドに由来している。ペーガニズムの時代から東欧では知られ、中世から蜂蜜酒が伝統的だった西欧とは違い、19世紀には人気だった。 野生の蜂の養蜂はスラブの最初の貿易品の一つだった。彼らは蜂蜜が発酵可能であると発見し、大量に輸入されたヨーロッパでは発酵した蜂蜜は贅沢品だった。発酵は自然にさせると15から50年かかるため、もともとはとても高価で貴族のみが手に入れることができた。しかし、スラブ人は蜂蜜の混合物を熱することでもっと早く、 発酵できることを知り、メドブー派は、ルーシ族の領域では、庶民的な飲み物となった。14世紀に上流タンクが発明され、現在のメドブー派の原型となるものが作られるようになった。17世紀に、ウォッカの人気が上がると、メドブー派の人気は影を潜めた。ピョートル一世の時代の間、古代の製法は失われた。一流の製造技術者は、 積極的にその製法を調べている。メドブー派の生産者は、自然の原料から一人で作ることで知られている。いくつかのウクライナの養蜂所や、ポルタバ、チェルカー水、クリミア半島、カルパティア山脈の養蜂所の蜂蜜が使われた。蜂蜜は最初ブレンドの準備が行われ、完成品を得るために、蜂蜜は蒸留水と混ぜ合わされる。他の製造者は、 水とアルコールの混合物に濃縮液を加える。近代の商業的に生産されるメドブーハは蜂蜜商品店で売られる。ロシアでの蜂蜜製品の普及の復活は健康志向の消費者に集中し、メドブーハはまだアルコール飲料としての認識はまだ少ない。それでも、なお近代ではメドブーハのボトルはモスクワの中のファストフード店ロシアンビストロで売られている例もあり。 サンクトペテルブルクの蜂蜜商品店のネットワークに提供された異なるブレンドのメドブー派が飲まれていたりする。ありがとうございます。